はい、アトリエに来ました。私が使っている2階は壁を埋めてしまったので電気が押せなくなっています。なのでブレーカーの電源で電気のオンオフをしています。ほうきの後ろを使って場所が高いのでちょっと不便なんですけど、毎回こうやってつけてます。帰る時も同じように消していきます。はい、では私が制作場所にしてる2階に向かっていきます。はい、2階に来ました。深夜12時過ぎです。制作をします。お供は先行ったと最近ハマってる糖の吸収を抑えるらしいチョコと、疲れがひどいのでありなみに脂肪を気にしすぎて特茶です。前が書いていった途中の作品が行ってきます。でですね、まずまあお茶でも飲みながら何をしようかな、何を書こうかなっていうのを考え中です。で、全くちょっと画面の横に行ってしまって映ってないんですが、窓際で今これお香を焚いています。私は主に白檀とかグリーンフォレストんみたいな、なんか森の香りとかをさせてます。お香の煙とかで虫とかもまあ入ってきにくいのでリラックスもできるしいいのかなと思ってます。でこの時は犬の絵を描こうと思っていて、資料をいくつか印刷してきてました。なんですけど、さっきも見てたんですけど、
前に描いた絵が気になっちゃってますね。前に描いた絵が気になって手を加えようか考え始めちゃいました。私は一度完成したらあまり作品をいじるタイプじゃないのですが、たまにこうやって複数の作品を行ったり来たりしながら描き進めたり消したりっていうこともまあアトリエに絵が置いてある時はたまにします。この時はちょっとこう下の線と上の距離感みたいな色彩の面の距離感みたいのをちょっと出したいなとかを考えていた気がします。結局書かない方がいいとこの時は判断しました。で、これ何してるかっていうと、いきなり始めたんですけど、これは作品を各画面の下地をヤスリで鳴らしていきます。絵を描く際、買ってきたキャンバスにそのまま描く人も多いかと思いますが、私はがっつりと下地を何層も塗り固めてからこのように鳴らして描いていきます。結構この作業は大変なんですけど、まあ面白いかなと思います。下地について詳しくはまた違う動画で紹介しようかなと思っているので、またそちらを上げたら、紹介できたらと思っています。
でですね、ここでまた違う作品に興味が湧いてきちゃったようなので今日の動画はここまでです。はい、終わり。